ホセ・グイエルモ・モラレスは、プエルトリコのリオ・ピエドラス出身のウトウ・リョーダの元プロ野球選手。2001年の MLB ドラフトで、ミネソタツインズにドラフト3巡目で指名され入団。この年は、ルーキーリーグのガルフコーストリーグツインズでプレーした。2002年も、ルーキーリーグのガルフコーストリーグツインズでプレーした。2003年に、捕手へコンバートされた。参加 A のクアッドシティズリバーバンディッツと、参加アドバンス A のフォートマイヤーズミラクルでプレーした。2007年は、開幕を参加トリプル A、チェスターレッドウィングスで迎えた。この年のインターナショナルリーグのオールスターゲームにも選出された。9月6日にジョー・マウアーとマイク・レドモンドが揃って負傷したため、メジャーへ昇格した。8日にメジャーデビューを果たした。2008年は開幕を参加トリプル A、チェスターレッドウィングスで迎えた。2009年はジョー・マウアーの負傷により、開幕ロースターに登録された。2010年1月に右手首の手術をした。9月22日に復帰し、キャリアで初めて一塁手として出場した。2010年12月16日にポール・バルガスとのトレードでコロラド・ロッキーズへ移籍した。2011年6月にファールボールが親指に当たり負傷した。これにより60日間の DL 入りとなった。最終的に、この年は22試合に出場した。2012年は、ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。参加トリプル A インディアナポリスインディアンズでプレーした。11月に FA となった。2013年4月20日に、シカゴカブスとマイナー契約を結んだ。参加ルーキーリーグのアリゾナリーグカブスでプレーした。6月27日に解雇された。カムデンリバーシャークス時代2014年からアトランティックリーグのカムデンリバーシャークスでプレーした。2015年3月12日にアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約を結んだことが発表された。ありがとうございます。